皆さんこんにちは、腰痛マンです。本日は日産ルークスの2023年マイナーチェンジをモデルのご紹介です。このチャンネルの最初にマイナーチェンジ前のハイウェイスター G ターボやその後ノーマルの X をご紹介しまして、今回さらに最新型のご紹介です。これでフルモデルチェンジした NBOX やスペーシアに対抗できるのか比較するぞと思いましたが、どちらもまだ乗っていないのでいつものペースで紹介していきます。ちなみに今回静止画撮影用のカメラを忘れて GoPro で撮影しており、画質が何か違いますがご了承ください。さてフロントマスクです。ライト部分は普通の V モーショングリルからデジタル V モーショングリルに変更され、バンパー部分は正方形に近い形にくり抜かれました。マイナーチェンジ前と比べるとヘッドライトが LED になったためかロンパリ感がなくなり、バンパーの変更で四角い感じが出ました。個人的にはどちらもこの部分の黒が気になります。ライトをここまで延長しても良かったのではないのでしょうか。この変更で先代のデイズルークスっぽく見えたり、バンパーの開口部の大きさは5代目ワゴン R 後期型っぽくも見えます。サイドビューは特に変化なしです。ただしホイールキャップは E13 ノートや桜のような水引きデザインっぽいものになっていてインパクトがあります。リアです。こちらも特に変化ありません。マイナーチェンジなのでこういうものでしょう。エンジンルームです。エアインテークがないので NA モデルです。ここ重要です。マイナーチェンジ前同様、ボンネットとカウルトップ下にインシュレーターが配置されていて、ノイズ対策は変わらず力入っています。エンジンは BR06 でスペックの変化はありません。CVT はジャトコ製の CVTS でこちらも変速比の変化はありません。新しい CVT のためか肌が綺麗です。マイルドハイブリッドのモーターはバンパーの穴から見える位置にあります。車体側を見ると、CVT の前やエンジン下に最近よく見る不織布っぽい静音材がついています。マイナーチェンジ前はどうかというと、ただのアンダーカバーがついていました。これは静粛性に差がありそうです。フロントサス周りは前と変わらずスタビ付きとなっています。ただサイドカバーのホッチキスの針みたいなものは前にはなく、機能が気になります。リアサスはトーションビームです。ここは多分変わっていません。多分ダンパーやスプリングについて基本は同じに見えます。ただ今回ダンパーにカヤバの刻印がしっかり入っています。前も刻印はありましたが薄めだったので、メーカーが変わっているか物が変わっているかもしれません。メカニズムではフロントの見えないところが変わっていました。その効果は走行編で。まず前席ドアの開閉です。そして前席に乗り込みます。ちょうどいい高さで座りやすいですね。フロントシートは以前同様、最初ふんわり中固めという感じで良いです。今回シートの表皮が変更されており、ジグザグ模様になりました。またシート裏などの色がブラウンでしたが、今回は裏もベージュとなりました。これは個人的に残念なポイントです。シートは座面が短めなのは変わらないですが、体を支える感じは良いです。もうちょっと座面が長ければ文句ないのですが、チルトステアリングがついており、上下の調整ができます。レバーの硬さはちょうどよく操作しやすいです。ステアリング形状は基本変わっていませんが、一つ大きく変わっているところがあります。そう、日産マークです。新しい CI マークに変更されています。またノーマルグレードでもプラス4万円で寒冷地仕様にすると本革巻きステアリングが付けられるようになりました。これは良いです。フロントシートを上げます。これは変わらず座面のみの昇降です。次のルークスでは座面全体が昇降するようにするというかしろ。アームレストは初期型から物入れなしのクッション性重視タイプです。肘をかけた時の快適性が高く非常に良いですね。メーターは MC 前と変わりません。ノーマル X グレードでもタコや TFT 液晶メーターがついているのは良いですね。平均燃費やエネルギー回生の状態、航続可能距離、読み取った標識の表示、そして横滑り防止装置や自動ブレーキのオンオフなど幅広く変更できるようになっています。後席に乗り込みます。 X だと運転席側の電動スライドドアは66,000円のメーカーオプションになっています。結構軽くて開けやすく、オートクロージャーはついているので使いやすいです。リアウィンドウは半分だけ開きます。サンシェードはちゃんとついていて、日光が当たってもそれなりに大丈夫です。リアシートはフロントシート同様、模様が変わっています。以前はシート座面の下がブラウンでしたが、今回ベージュに変わってちょっと汚れが気になります。リアシートはヘッドレストを上げる必要がありますが、
しっかりとしたシートバッグになっています。足元はとても広いですが、シートが短めで膝下が物足りないのは MC 前と同じです。リアシートの座面の長さは42センチと短いです。カタログだと52センチですが、これはシートの底面の長さなので座面長さと異なります。足元スペースは広々とした46センチから荷室重視の14センチまで大きく調節できます。シート高さは42センチで高めとなり、座面の短さを補っています。うちの MC マイルークスハイウェイスターで気になるシート座面全端の鉄パイプが入っているような硬さですが、こちらだと軽減されています。何か違うのかとシートの裏を覗いてみました。本当に鉄パイプが入っていました。これは座面のホールディング用です。マジックチェックの色以外は部品が変わらないので、シート全端の硬さの感じ方の差はシートクッションの差によるようです。フロアはフラットなので左右移動は楽です。ただ残念なことにリアアームレストはついていません。ライバルと戦うならここはつけてほしかったですね。リクライニングは倒れる角度に制限があり、バックドアに当たらず安心です。インパネです。ドアトリムのファブリック以外は以前のノーマルと変わっていないと見せかけて、ニーエアバッグがついてステアリング下の物入れがなくなりました。この部分で2万円ほどコストアップになっていると思います。多分私はここの物入れは使わないので歓迎です。フロントドアトリムにはドリンクホルダーとスマホを立てても落ちない深さのポケットがあります。肘掛け部分にファブリックが貼ってあり、肌触りが良いのは変わりません。インパネ両端のドリンクホルダーですが、今回から桜などと同様にフラップがついて保持力が高くなりました。下のスイッチ類は特に変わりないので省略します。ちなみにライトスイッチは初期型はオフにするポジションがありませんでしたが、2021年くらいからつくようになりました。ガッテム。エアコンはこの X 以上のグレードだとフルオートです。絵をタッチすると操作できて良いですね。プロパイロットエディションだとシフトレバー右に電動パーキングブレーキのスイッチがつきます。このマイナーチェンジで全グレードにつけてほしかったところです。また正面の USB ソケットはオプション 18,700 円で、こちらも標準装備にしてほしかったです。足元のドラレコのコンソール上には大きなポケットがあります。エアコン下にはドリンクホルダー兼小物入れの引き出しトレイがあり、その間にはアクセサリーソケットがついています。助手席前からセンターにかけて細くて長いトレイがあります。グローブボックスは車検証と説明書でいっぱいいっぱいです。その上のトレイにはボックスティッシュがすっぽり入ります。助手席下にはトレイがあります。これが2段構造になっていて、下に車検証と説明書を入れることができます。ここを使えばグローブボックスはフリーとなって便利さが増します。全席の頭上装備はこんな感じです。今回オプション 33,000 円の快適パック付きなので、後席の頭上にはサーキュレーターがあります。スズキのスペーシアのものと比べると大きいですが、夏場は便利です。さらに窓のサンシェードやシートバックテーブルがつきます。助手席側にはスマホをさせるポケットや USB ソケットにシートバックポケットがついています。助手席肩口には運転席から助手席を倒すことができるノブがあり、後席の子供の世話がしやすくなっています。リアシートの両サイドにはドリンクや物が置けるトレイがついています。左側は給油口とパイプがあるため浅めになっていて、左右非対称の形状です。荷室を見ていきましょう。リアシートを一番後ろにスライドしていると、ご覧の通り買い物カゴを横に入れていてもバックドアが閉まりません。この際の荷室の奥行きは34センチ、一番前に広げた時で66センチです。幅は86センチ、高さは105センチです。リアサスのため幅は思ったほどないですが、高さは十分確保されています。リアシートをスライドさせて荷室奥行きを45センチほどにすると、バックドアが無事に閉まるようになります。荷室は肩口のノブでリアシートのスライドとリクライニングができるので操作は楽です。シートを両方倒すとやや斜めですが平たい大きな荷室ができます。荷室の奥行きは116センチ、斜めの長さは143センチでかなり大きめですね。荷室下を開けるとパンク修理キットと大きなスペースがあります。ここの高さは17センチほどあり、結構な荷物が乗りそうです。また発泡スチロールがちゃんと黒くて安っぽさはないですね。スモールロービームハイビームハザードスモールブレーキハザードバックランプ
ただいま一般道です。まず感じるのは静粛性の高さです。もともと静かな車ではありましたが、さらに静かに感じます。というのも発進時、加速時のエンジン音が初期型よりだいぶ抑えられています。下回りのカバー変更など見えない部分の改造の効果だと思います。1000回転から3000回転のエンジンのうなり音がかなりカットされていて、スーッと速度が乗ってくるので最初ターボ車に乗っているのかと思いました。発進時のアイドリングストップからの始動や加速時など、エンジンルームから来る音がうちのハイウェイスター G ターボより確実に静かになっています。これは正直羨ましいですね。乗り心地は他のスーパーハイトワゴンより固めではありますが、ハイウェイスターよりは柔らかいです。これはタイヤが14インチのためだと思います。モーターアシストについては変化を感じませんでした。発進時ではなく加速時に最大30秒効くというのは MC 前と変わりません。心なしか緩く加速している時にエンジン回転数を抑えているかなとか、上り坂で少し押されているかなと思いましたが、はっきりとは感じられませんでした。狭い道です。ほぼ真四角のボディなのと軽自動車なので車幅感覚はつかみやすいです。またダッシュボードがボンネットに向かって前傾しているのでより見やすいです。この辺りよくできています。エンジン音がより遮断されたことで、一般道だと車格が一個上の車に乗っている気分になりました。うちのルークスにもあの不織布カバーつけたいです。最近マイブームの山坂道にやってきました。さすがに NA で950キロあるため、上りはエンジンがうなって30キロが精一杯です。ただエンジンノイズの高音の耳障りなところがうまくカットされています。一般道で足が固めなだけあって、カーブでの安定性は他のスーパーハイトワゴンより高いです。タイヤのせいか、ハイウェイスターよりロールが大きめな感じはしますが、不安なく走ることができます。下りです。パワステは滑らかで、ステアリングを切った角度によって手に感じる抵抗が変わることなく、一定の感触なのが良いです。スムーズに緩いカーブを走り抜けることができます。さすがに下りで急なカーブだとロールが深くなって頼りなさが出てきます。他に比べて安定はしていますが、やはり高さから来る限界があるので安全運転推奨です。950キロと重いですが、下りでもブレーキはしっかり効きます。次の台でこの足回りで50キロぐらい軽くなると、もっと楽しく走ることができそうです。高速道路にやってきました。毎度の60キロから120キロのタイムを計測します、はい、ステップ制御が入っていて CVT ですが、レッドゾーン前まで引っ張ってその後変速するようになっています。そのため加速時のエンジン音がステップ AT 的です。タイムは20秒904でした。スーパーハイトワゴンの NA ですが、他が23秒前後なのでかなり良いタイムです。旧型のハイトワゴンのデイズが30秒だったのに比べると相当ブラッシュアップされました。120キロ維持をして走り続けることはできます。アクセルは結構踏み続ける必要がありますが、直進安定性は良いです。さらにかなり静かで、ロードノイズの耳障りなところがよくカットされていて十分我慢できるレベルです。ただトンネルを抜けた時や高い橋の上などで横風を受けると、ググッとボディが横に持っていかれる時があります。風の強い日は巡航スピードを落とした方が良いかもしれません。100キロで走っています。上り坂ですが、 NA でも速度維持が楽です。3000回転くらいで失速せずに走ってくれます。正直ここまでよく走る車だったかなと思いました。
段差も中くらいまでならよくいなしてくれます。ただ大きな段差になるとリアがドスンと落ちる感じがするのは MC 前と同じですね。80キロから90キロ巡航だと余裕ですね。静かで安定性が高く、窓は大きくて視界も良いので、ボヘッと走るのに最適です。今回121キロ走って、燃費は約18キロリッターでした。うちのターボモデルが15キロリッターくらいなので、さすが NA、回しても燃費が良いです。今回のマイナーチェンジ後のルークスの5段階評価ですが、評価は3、普通です。前よりもパワーが増した気がするなぁとか思いましたが、色白は七難隠すではないですが、静粛性が高くなったことで踏み込んでもエンジン音が気にならなくなって、ブンブン走れるようになったと思います。一般道ではちょっと硬い足ですが、オールラウンドで走る、曲がる、止まるができて、さらに静かなスーパーハイトワゴンとなっています。ではなぜ3点かというと、17万5000円も値上げしましたが、LED ライトとニーエアバッグと静粛性向上だけでそれは高いなぁということと、 NBOX では標準の電動パーキングブレーキや追従クルコンがないのは古いなぁということで3点です。 NMKV 先生の次回作にご期待ください。ということで、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。面白かったらチャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。それでは次の乗り物でお会いしましょう。さようなら。